ワルクールの戦いは大同盟戦争における戦闘の一つで1689年8月25日に現在のベルギー・ワロン地域ナミュール州フィリップビル行政区の都市ワルクールでオランダ・イングランド同盟軍とフランス軍が衝突したフランスに対抗するアウクスブルク同盟のメンバーであるイングランド王権オランダ総督ウィリアム3世はフランス王類14世の格作で アイルランドに上陸したジャコバイトへの対応に追われていたためヨーロッパ大陸で神聖ローマ帝国スペイン領ネーデルラントへ侵略したフランス軍には現地の帝国諸侯とオランダ軍が迎え撃つことになった。ネーデルラントでは開始した1688年に本格的な戦闘はなかったが1689年に イングランドからマールバラハクジョン・チャーチル率いる援軍がオランダ軍と合流すると、オランダ軍司令官のバルデック公、ゲオルク・フリードリヒはフランス軍攻撃に動いた。イングランド軍の装備の質、士気の低さを見かねたマールバラハクが訓練を徹底させたため、行軍開始は6月にずれ込んだが、オランダ・イングランド同盟軍は2ヶ月をかけて、行軍、8月24日にサンブル川を渡りはある。 クールに到着、フランス軍も近くで駐屯して、迎撃を図った。翌25日、食糧調発で、ワルクールから南の田園地帯に送り出された、同盟軍のホッチス大佐の連隊が収穫を始めた。これを見たフランス軍司令官のユミエール公、ルイド・クルバンは直ちに連隊に襲いかかり、同盟軍も戦闘準備に取り掛かった。 だが、ホッジスは後退しながらも2時間にわたり抵抗。フランス軍を簡単に寄せ付けず撤退を。援護、11時に、マールバラハクはホッジスに、ワルクール北東の陣地に戻る、よう命令。ホッジスは、無事に地に帰り着いた。初戦の攻撃に失敗した、ユミエールは、ワルクールの攻撃に向かったが、ワルクールが、西から北にかけて、川に覆われていたため、包囲場所が狭く、 銃撃戦でフランス軍は多数の死傷者を出した。ユミエールは意地になって攻撃を続けたが18時になりフランス軍の疲労がたまると郊外の同盟軍がフランス軍を襲撃、左からマールバラハク、右からオランダの将軍スランゲンベルグ卿が迂回してフランス軍に突撃した。フランス軍は混乱したが騎兵隊長ヴィラールが撤退を援護したためユミエールは 戦場から離脱、フランス軍も戦場から撤退した。同盟軍の損害は100人から300人、フランス軍の損害は600人から2000人であった。ネーデルラント戦線は戦後も進展が見られなかったが、ウィリアム3世はマールバラ博の働きを称賛して、イングランド軍総司令官に任命した。一方、フランス軍司令官はユミエールからリュクサンブール港、 フランソワ・アンリ・ド・モン・モランシーに交代、1690年に、ネーデルラント戦線に到着したリュクサンブールは、バルデックを牽制しながら後軍、両軍はサンブル・カワキタガンで衝突した。戦闘図、ありがとうございます。